Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 裏には裏がある。表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい。なら見てみよう。裏側を聞いてください。裏話、努力はきっと裏切らない。裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して、藤原玉樹、日曜の裏。おはようございます。 RKB アナウンサー藤原玉樹です。1月7日日曜の朝です。明けましておめでとうございます。そう、大晦日以来の日曜の裏の放送になります。1月7日ですから、もう何か正月休みとはちょっとね、もうすっかり正月休み終わって、明日からまたみたいな、月曜ですからね、苦しいところですね。まあ、私は1月1日の元日から仕事をしていましたので、何か若干の一言感があるかもしれませんが、お互い頑張りましょう。そして今生放送で聞いているというそこのあなた、15分番組が後ろ倒しにスタートしてますね。10時15分から2024年から10時15分からの放送になっています。実は日曜の裏の静かな人気を受けて放送時間がちょっと伸びてるんですよ。時間延長、多分これ人気を受けてだと思う。実は2秒放送時間が伸びています。いや2秒です。はい。いや実はかつて10時ぴったりに放送していたと思うんですが、10時ぴったり、要は時計の針が一番上に行く時ってのは時報があるんですよね。アルケビラジオが10時をお伝えしますみたいな、で時報があるんで若干番組の放送が2秒ぐらい後になって始まるんですよ。が10時15分ですんで当然時報がない、なので2秒間は延長になります。どうでもいいよってね、わかりますよ。でも実はね、繊細に私自分も編集してる身ですから、繊細にやってると2秒の差っていうのもね、なんかちょっとこう間が普段通り喋ると出ちゃうみたいなあるんですよ。まあ今年から放送時間が変わり、そして2秒延長になった日曜の裏、これからもシーラカンスのように静かに裏通りで原始生物のまま生きていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。新年といえばこの話です。今日の裏テーマいきましょう。こちらです。新年の抱負の裏。新年の抱負を答えてください。おい君、新年の抱負みんなの前で言ってみろ。ありますね。やめてほしいですよね。聞かれると辛いでしょう。皆さんはどうですか？新年の抱負は何かもう立てているんですか？はい。あ、そうですか。考えてる。へえ。なかなかね、私苦手なんですけれども、まあただ苦手だという方も多いと思うんですよ。辰年だから、龍のように天高くかけたいと思いますって言ったら、具体性がないですねみたいな感じの、はあみたいな、具体性ってなんだよみたいな、そんな皆さんにまずは新年の抱負のいい立て方をお伝えしたいと思います。まずその1、自分のコントロール可能な目標にすることですね。
つまり例えば恋人を作りますだとちょっとね抽象的だし他人ありきなんでなかなかコントロールできないんですけども、そうではなくて10人とデートします、これだったら自分でコントロール可能なわけですよね。まあね、10人違う人とデートしてる時点でなんか恋人できるのか、不誠実なやつだなっていう感じもしますけれども、まあ、ただあくまで例として、コントロール可能な目標にする、そして自分がやりたいと思うかどうか、毎日2キロ走りたいと思う、具体的だけれどもマラソン大嫌いだったらやりたくないわけですよね、それはやっぱ続かない。恋人を作る、これはみんなやりたい、だからいいわけですよ。それから期限を設定する、1年以内全部でやりますだとどうしてもねざっくりしてて忘れちゃう、だから3ヶ月でこれを達成するとかね、2ヶ月でこれを達成する、やっぱりデッドラインを決めるってのは何事も大事なわけですよ。という新年の抱負の立て方というのが調べるとありました。はっきり申し上げると、まあ当たり前体操だよね。そらそうだって、それでも立てたくないんだよ、そんな時実はあのタモリさんの言葉があります。タモリさん番組の中で新年の抱負はとアナウンサーに聞かれたんですね。すると抱負は持たない、こう言ったそうですね。抱負は持たないようにしてるんだと。で、抱負を聞かれるとイラッとすると。そうなんですよね、タモリさんは反省するな、目標を持つな、やる気のあるものは去れって言ってるわけですよ。達成できないと嫌だし、達成するためにやりたいことを我慢するなんて変だ、もう目標ってのは教育のせいだ、そうおっしゃってるんです。会社で目標言われる人間には刺さるわけですよ。ただかといって何も作らないですって言うと角が立つんで、見せかけの表向きの人に聞かせるための抱負を作って言っておく、であとはもう知らんぷり。どうですか皆さん、これでいきましょう。裏技です。なんでそんなこと言うかって、抱負ね、抱えて負けると書くでしょう。新年の抱負の裏でした。さてお時間になってしまいました。この番組ではラジオをお聞きのあなたからのあの裏を知りたいというリクエスト、裏とリクエストをお待ちしています。番組への裏表のない感想もぜひ送ってください。メールは ura@rkbr.jp、 ura@rkbr.jp、 ファックスは092-844-8844、 092-844-8844 です。またハッシュタグ日裏、アルファベット小文字でハッシュタグ日裏で投稿もお待ちしています。藤原たまき日曜の裏、この番組は出演藤原たまき、演出藤原たまき、編集藤原たまき、音効藤原たまきでお送りしました。表向きの抱負どうしようかな。会社のために個人を捨てて今年も精一杯頑張ります。ごきげんよう、さよなら。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。